山川穂高と和田剛のトレードだったとして、成績だけなら SB、 現在の事情を考慮するなら西武どうなんだろうね。詳しいことはよくわからないや、損得で考えるな。ちな西武が愛してる和田を放出してまで欲しかったガシマンプライスレス。去年の成績で考えると西武だけど、年齢があるからトレードとして釣り合ってるかもな。球団の顔を犯罪者にすげ替える美しいチーム。和田なんか後で来ても5年ぐらいだろ。完全に西武の損。和田剛レベルの左腕は魂に何人かいるけど、山川穂高はプロ野球の歴史上山川穂高一人しかいない。和田が1年2年やるのと山川が4年やる確率は似たようなもんやろな。和田ってそのままフロントとして西武残りそうだよな。松坂も OB やしかおなじみも多いし、そもそもトレードじゃなくて FA 獲得のはずなんですが、1年ブランクのある本塁打王と前年8勝のベテランなら互角に近いんやないか。さすがに和田の方が愛したっていうのは無理があるだろ。今の西武に全くピンズドでもないし。んマジで人的で和田が取られたん？何考えてんの SB。 年齢的に和田は怪しいけど、山川も別に若くないんよな。和田は便器の情報バッチリやけど、山川は1年談もしてないからな。有望な若手なんておらず、計算できる戦力そがれただけという。ご視聴ありがとうございました。